ビリュイスクの紋章、ビリュイスクは、ロシアの左派共和国西部にある都市である。位置は、北緯63度45分19秒統計121度37分29秒、北緯63.75528度統計121.62472度、63.7552821.62472。人口は9949人。 2002年の国勢調査では9776人であり、ロシア各地で人口が大きく減少する中でも微増している。ヤクーツクから北西およそ 535km にあり、レナ川左支流のビルイ川に沿った平地に位置する。チュング川とビルイ川の合流点付近にあたる。空港を呼び、ルイ川を利用した河川交通のための不団がある。 1634年、東シベリアに進出したコサックたちが、冬の宿営地として建設した。当時の名はチュカンスコエ、またはベルフネービルイスコエだった。この地は、エメリアン・プガチョフの起こした、プガチョフの乱に参加した農民たちが流刑され、強制労働に従事した地でもあった。1783年、ロシア語の 鹿にちなみ、オレンスクと名付けられた町がこの地に築かれ、ビリューイ川流域の中心地となった。1821年にビリューイスクに改名した。1897年には609人だった町は1930年代以降、人口が大きく増加した。ビリューイスクには、地方史博物館がある。またかつて多くの人が流された、流景地であり、 1872年から1883年にかけてこの地に流刑されたニコライチェルヌイシェフスキーの像が立つ。1978年にソ連の天文学者リュドミラ・ズラフリョバが発見した小惑星2890はこの町にちなみビルイスクと名付けられた。気候は高天で暑くなる夏と長くて寒さの厳しい冬を持つ。 典型的な大陸性気候で年格差及び比較差がごく大きい。気候区分では DFC、DWC に属する。ビリウスクの経済は木材及び建築業であるが、畜産や毛皮動物の狩猟も盛んで、周囲にはガス田もある。ありがとうございます。